ちは、どうですってことでね、あの派手派手みたいな感じですけど、いやめっちゃいいの買った俺、マジびっくりした今。いやあのこれあのちょっと今日京都でシャレのジジイですけど、僕親父なんでジジイです。いやマジでちょっと今日京都でね、あのお散歩したら、あいいの見つけたと思って、あの二年坂の近くにちょっとアンティーク着物屋さんがありまして、でそのなんか店先にかかってて、これやばい1100円、えーと思ってマジで1100円からってなってて、えーと思っていいなと思って、でびっくりしたのが、僕ちょっとあのまあなんですかね、エンパスとか、まあ、HSP だったりとか繊細さんっていうジャンルなんで、あんまりなんかその中古とか苦手なんですけど、アンティークってまあ中古のもんじゃないですか。びっくりしたのが、袖通してとりあえずなんかあの、いや羽織なんですよこれ、羽織っていうジャンルなんですけど、羽織で買ったんですよ。なんかその、まあ、今回ねバンコクの方にちょっと拠点を持つことになったので、そのまあなんすかね、デコレーションっていうか、まあその室内を飾るものとして、なんか僕もまあ店先に飾られたし引き付けられたしで買ったんですけど、びっくりしたのが、いや下手糸入ってるしみたいな。下手糸ってわかるかな、なんか今の人、これねこれね、こういう、わかる、映りづれえな。いやそのまだ下ろしてないやつ、こういうバキバキってでしょ今これ。びっくりした俺、下手糸入っててこれ、ほら下手糸入ってんじゃん自分みたいな。しかもだって裏地と表地が全然違うんで、多分これ多分オーダーしたの、まあオーダーじゃないと作らないよねこんなん、こんなんって言うと言い方悪いけど、いやいいの買った、めちゃくちゃいいの買った、1100円。あのなんかブルゾンちえみさんみたいに言ってるけど、でも1100円これ、いやコスチュームとしてはいいわみたいな。いや僕結構憧れてたんですよね、あの DJ 社長とか、ほらあるじゃないですか、レペゼンさんとかこういう羽織羽織ってるじゃないですか、多分あれめっちゃ高いと思うんですよ。いや俺1100円、うわーと、いや京都歩いててでね、ブラブラして、本当予定なくてね、予定決めずに、まああの清明神社さんとその前のあの安井コンピラ郡さん行くっていう予定があったんですよ。それは絶対行くっていう、そのマストで行かなきゃいけんけんっていうのがあったんですけど、でその後に本当なんか安井さんのとこでなんか気になってたとこなのかな、マップ入ってたとこ行こうと思ったら、まあバス来たけんで亀井賀茂神社さん行かせていただいて、みそぎの雨ブワーッ降って、まあ僕濡れなかったんで別にテントでボーッ、うわみそぎの雨だすげーつって、ありがとうございます、あざまーす、あざまーすってアーニャかつって、アーニャなのかつって、そうあざまーすで、その後にあのとりあえずなんかあのバス来たからバス来たら乗るみたいな修正やめようって感じなんですけど、いやバス来たけんあの乗ったら、まあ、なんか祇園まで連れてくれたんで、祇園その後平安神宮かな、うん、お寺さん行くのもあれだったんだけど、そう平安神宮行く前の祇園で降りて、あの八坂神社さんにお参りさせていただいて、ちょっとじゃあ二年坂近いんでちょっと歩いて行ってみようみたいな、ちょっとお店出すねあの計画もあるんで、の中でねあのちょっと歩いたらあの見つけたんですよこれ、店先にかかって、でアンティーク着物の店です、1100円からみたいな、で1100円これみたいな、マジでその横にかかってた黒いあのなんて言うんだろう、あのほんとなんか長州藩とか幕末の人が着てそうな黒いやつは3300円だったんですけど、なんかハイカラじゃん、ハイカラじゃない、ハイカラって言うんですよ多分こういう、いや誰が作ったんだろうね、でもちゃんとしてるんですよ、ちゃんとほら袖回りもあるし、そうなんかほら袖もね、ほらこのなんかあるじゃん、なんかあの長いやつとこのまあよく着れるやつみたいなあったりとかするけど、いやまさか手に入ると思わなかった自分のコスチュームみたいな、これで歩いたらだいぶやばいやつだけど、でもいやいい素材感なのよこれマジで、その着物ちゃんと干しとけばそんなにちゃんとあの洗わなくていいみたいなあるんですよ、着物のなんか扱いが、びっくりしたっていう中であの今日買ったものをご
ご紹介いきたいと思います。すいません、いやマジで感動しすぎる。下手糸入ってたからさ、下手糸入ってるってまだ着てないのよこれって分かります？多分あの着物とかそのオーダースーツとか作った人は分かると思うんですけど、下手糸入ってるって要はその下ろしたてなんで、それを全部抜いて下手糸を抜いてスタートなんですよ。いや下手糸これから抜く楽しみがあるんで、まあなんかバージンを入れるみたいな感じですよ。表現的なもんですよねって中で、いやなんかいいなと思って、これマジで世界に行ける世界に行ける世界に行けるみたいな。いや飾りにしようと思ってたんだけどね、ハンガーにかけてなんかおしゃれな日本っぽい感じにしたくてね、新しい拠点もねっていうところで、はい、生まれ変わりの安いコンピラグラさんですよ。僕逆になんか日本全国でこの安井さんよりもなんか生まれ変わりがいいとこがあれば教えてもらいたいんですけど、やっぱ安井さんに呼ばれるんですよね。だから一番最初はのもう本当にここにまず行きたかったけ、あのほら大事なことはちゃんとやらんといけんけん、あのバスじゃなくあの秒でタクシーで行ったけど、ちょっと高かったんだよね。京都行くか1600円かかったからね君、アンドお守り1000円するけんね。ただマジで生まれ変わりのスポットとして、まあそういう説明があるんですよ。あの縁結びと縁切り、まあまず縁を切る、悪縁を切るっていうのと縁結びっていう、まあ、まあまあ飲んでますからね僕今日。いやこのホテルの下にねバー見つけちゃって、あの1時間2000円でフード2つくみたいな感じのとこ行って、これおかわりできんすかって、おかわりしまして、2回転した後にあのタコ船食いながら中尾行って帰ってきたって、すいません、あのめちゃくちゃ楽しんでます、めちゃくちゃ楽しんでます。久しぶりの久しぶりっていうか、もう当分多分あのバンコクに拠点移すんで楽しませていただいてますはい。いや俺マジで飾りで買ったんだけどさ、まず着る感じになると思う。いや羽織なんで、一応なんかそのちょっと小寒い時にそのナイキのパーカーだと暑いけん、あのちょっと羽織るかなと思ったら意外といい、良かったって。でもこうかけてもほら日本っぽいじゃん、日本っぽいでしょ。そういうの好きなんだよね海外の人ね。そうなんですよ、胴長短足のボクチンでもあの足長のアフリカ人の人からすれば日本っぽい感じはやっぱ好きなんですよ。濃いんですよ、ウイスキーね、ハイボールね。で中で、はい、安井さんで買ったお守りと、お守りはねもう毎回言ってるんであれですけど、こうやって手をやって自分の名前言って思い浮かんだこと言ってチューニングするっていう、って感じであの気を込めるっていうのが大事です。ちょっとねお守りあんまり汚れると嫌やけん、俺はちゃんとなんかちょっといいなんか入れ物がいやあの今までは財布にお財布に入れたりとかしてたんですけど、お財布今回ちょっとねあの2つ折りになったけん、いや入れるとこどうしようかなと思ったら見つけちゃったんですよね。その後に行った、呼ばれたんですけど、それも呼ばれたなと思って、あの青年神社、あの安倍の青年さん、まあ、あの調べてください歴史にも出てくる偉人ですよって、中のその青年神社に行くまでに行く間のサンドに言ってたんですけど、あのガマ口の青年神社さん五人亭のあのしかも西陣織って書いてあって、マジかっていうあのガマ口財布、これに僕はお守りとかあの気になったパワーストとか入れて持ち運ぼうかなと。いや財布今ねあのベルティナの長財布の使ってるけん、そこに入るけど、次買ったあの鎌倉で買ったらゼニティエンさんで買ったやつの二つ折りだとちょっと入らんけん、まあ、でもねそのゼニティエンさんのここ多分入るから、そのもう超江戸の人ですかあなたはみたいになりますけど、いやさすがにこの海外でこの格好したらどうなのかってはなるけど、いや、いいなと思って、すだえだいや僕マジびっくりしちゃうもん、僕なんかあの車みたいになってるけど、この僕だって下手糸入ってんだよ、
って仕立て糸が入ってるってことは仕立てで着てないんで、まだ一回もこの糸ね、ちっちゃくうわーっつって、もうおろしたてですよ、おろしたてしかもちょうどいいサイズだったし、そう、なんかちょうどいいかなと思って、ね、ちょっと肌寒い時にちょっとなんか羽織ったらいい感じになるんじゃないかなと思ったら、そのだいぶぶち1100円、ブルゾンチェーンみたいなので、1100円、安いと、いいよね、いい柄、いい作り、いい袖、マジで。でもこれなんで作って、なんで着なかったんだろう、ほんといい柄よね、何の柄かわかんないけど。でこれ裏地ちゃんと、ほら裏地ちゃんとなんかちゃんと入ってるんですよ、多分、まあ多分オーダーしたんだけど取りに来なかったのなのかみたいなあのユニクロの790円の T シャツを超えてきたよねそこと比べるのやめてもらっていいですかって話ですけど、オーダーメイドとあの既製品比べるのやめてもらっていいですかって話だけど、いやユニクロでもさ、俺褒められるのがオレンジのなんかそのもう売れなかったんでしょうね、ユニクロ U のユニクロ UT の T シャツあるじゃないですか、ユニクロ UT ってあるじゃないですか、790円多分売れなかったんでしょうねやつねいやうんめっちゃ残ってたもんね、790円なのに倍残ってて、オレンジの T シャツ、そうなんですよ、なんでラッキーかもって買ったら、意外とそれが一番褒められるって、でユニクロだよこれって、えマジっすか、うん、ユニクロなんだけどねみたいな、ユニクロを残念感で言うの嫌だけど別にユニクロですよって、だから多分あんなハイカラなのみんな買わないんでしょうね、この T シャツと一緒で。オレンジの T シャツ出せなくて、あこれね、あの羽織ね T シャツと一緒で、あの出せないから選択してないんで、まだなんであれなんですけど、あそう、はい、生命さん、ご祈願的なのはないけど、でもやっぱまあこのハイカラじゃないガマ口ここに入れるんだ、ガマ口とかいいよね、日本っぽいよね、海外でこれが戦わんといけんけん、でこうやってほらハイカラじゃん、こういうの、あなんか引っかかった、これそう、これ全部引っかかってくるの、本当にあのこのなんて言うんだろう、多分オーダースーツか作ったことある人は分かると思うんですけど、オーダーのそのなんか型崩れしないようというか、なんか本当なんかあのやオーダーしたことある人しか楽しめないこの祭り糸みたいなあるんですよ、このこういうやばーと思って、えぐみたいな、だから多分僕はエンパスとかあと HSP とかあとあの今でいう繊細さんっていう材質なんで、あんまなんかその中古とか苦手なんですけど、人の念がこもってるものって、でもこれはすごい惹かれちゃって、お店の前に飾ってあって、でも誰も買わなかったんでしょうねいやそのなんかそのアンティークの着物屋さんでも1100円までね、いやさそこねだよ、そこねまで落とされたんで、かわいそうじゃないですか、いやめっちゃ惹かれたんで、ああと思って、祭り糸取れた、そう祭り糸全部取って、でも本当なんかもう自分のものっていう、このパーストって一緒ですよね、似てますね、ほんと自分のものにするって本当一緒もなと思うんだけど、すげえ。さすがにこれ着て歩いたら捕まると思うよ。うん。俺も、それはわかる。なんか綺麗だよね。綺麗なのよね。色合いがね、ほんと。だし、着心地もいいのよね。最近なんかその、エアコンがっつり効いてるじゃないですか。どこ行っても。で、ね、街中は暑いけん。なんで、そのなんか、まあ、羽織もんで、パーカーはさすがにナイキのパーカー羽織るまでにはそこまで寒くはねみたいな時に軽く羽織ろっかなみたいなネタで買ったんだけど、ネタで買ったのガチのなんかコスチュームになったんで、おいいなみたいな、なんとなんかストリートで歩、ストリートっていうかストリート乗りですよね、ほんとなんかリアルで歩き回ってて、あいいなって思うもんで、自分のなんか嗅覚に引っかかったもの買ってると、なんかそのすごく分かりやすく撮れてないけど動画には映ってないかなそうなんか、あ
へえ、じゃあこんなん着るようになると思わなかったもん俺。マジか。でもいいよねと思いながらなんか着てますけどね、コスチュームとしてね。なんで、あ、これはうちの商品なんであれだけど、まあ売らないけどね。って中でね、まあまあ人生そのもんじゃないですか。本当なんか楽しく生きてれば楽しい波動で楽しいものが寄ってきてくれる、楽しい人とか楽しいものが寄ってきてくれるんで、どこまでブチブチっていいか分かんなくなるぐらいちょっと酔っ払ってるんであれですけど、なんすね、いや祭り人入ってるかこれみたいな。そうなんですね、舞台上的な感じになってますけど、あんだガムズが消えた、うん、山口が消えたよ、消えたよ。いやーいいなー、綺麗、発色いいよね。なんだね、そうそう、あ、そうか、ガム口こっち入れたの俺。江戸時代みたいな、江戸時代。いやさすがにガム口にお金入れてここに入れる勇気はないけどね、昔の人みたいに。あの一応財布は財布で持たせていただいていいですか。怖いです、ここに入れてるじゃん。でもそういうものなんだよね、多分歴史で言うと、あのお財布入れたいとか物入れるあのとこなんで、これ多分。いやいいわ、そう合わせやすいんだよね、中に黒とか着れば全然締まるんで。なんかそんな無茶ぶり的な感じではないんだけどね、多分あんま買わないんでしょうね。いや俺マジいいなと思って、秒で、え、これ1100円みたいな、1万1000円とかじゃないのみたいな。1万1000円でも買うけど1100円で売ってはさ、ラッキーみたいな。ほんとユニクロの700いくらみたいな感じですけど、まあリバイバルしてますから話が。って中でね、なんか、はい、いろいろ買ってみました。ああそう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 、コンビ最後なんか超庶民的、なんか歯間ブラシでなんか気になっちゃって、ね、買いました。これレジで通った後に気づいたのがちっちゃいのだって、うむーって、ぐぬぬーぐぬぬぐぬぬーって、あーでかくなっちゃった、物が多いなーと思いながらちょっと視観してみようって。視観です、視観です。いいよね、でもこれなんか、いや分かんない分かんない、人によると思うし、すごく人を選ぶ感じであると思うんですけど、僕なんかすごい好きなんですよね。肌寒い時とかに羽織れるし、そう、一番でかいのはやっぱ下手糸がまだ入ってたっていう。だって着物だよ、アンティーク着物の店行ったんだよ。いや素材わかんないけどさ、結構裏地ちゃんと入ってっけんね、これ。ほら裏地結構お金かかってるちゃんとこれ。間違いなくなんか1100円で売ってるものではないと思うんで、ラッキーと。っていうことでね、まあまあ本当になんか何がこれの動画で伝わるか分かんないですけど、まあ本当は自分が欲しい魂が求めてるものってやっぱ手に入るんで、別に俺着物を求めてたわけじゃないけど一切。ただなんかそのね、なんかいいじゃないですか、まあ、ラルク・アンシエルさんね、アンド国立競技場今のやつの熊健吾さんの前の時にのライブの動画とかすげー見てますけど、やっぱカリスマというかなんかね、人の魂に訴えかけるようなものがあったりとかするんで、それはねラルクさん好きだからだと思います僕は。そのこのすいません、なんか祭り糸を解きながらで申し訳ないですけど、俺これどこで着てこうかな、明日着てこうかな、羽織ろうかなって思うぐらい、いやマジ嬉しいんだよね。でも外国人がほらたまに着物着たりとかして歩いてったりとかするじゃないですか。日本人的な感覚でうめーってなるかもしんないけど、でも俺外国人の人の気持ちちょっとわかるもん。ああかわいいとか綺麗とかなるような。はい撮れたよで、これ完全なる祭り糸なんで、祭り糸っていうのかなこれ、あの要は型が崩れないようにするための糸なんで、だからさら真っさらなんですよね。だから作られて、作ったはいいけど誰も着てなかったみたいな。何そのなんかその、あの刀のなんかあの見てあるじゃないですか、なんかその妖刀みたいな。妖刀ではない、これは妖刀ではない。刀じゃないし、そう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 、あの
なんか妖刀ではないけども、うん、でもなんか嫌な感じはないんだよね。うん、まあ別に最悪浄化するかいいけど、いや、いいもん見っけたと思って。最近ちょっとね、うちのお兄ちゃん弟子に、まあうちのお兄ちゃん弟子完全に浄化できる、浄化とかそのなんだろう、霊能力がある人なんで、別になんか最悪お願いすればいいんですけど、そういう嫌な感じはないんで、この子には。その物にはね、なんか魂が宿るっていうのは日本の文化の八百万の神様っていうとこなんで、ちょっと今回ね、うちのお兄ちゃんですね、お兄ちゃんです、塗装とかカスタムうまいんで、すいませんっつって、ちょっとファレルが履いてるブーツ見つけて、まあ見つけてっていうか、それは知ってたんですけど、なんか一貫線シャネルのブーツ、ファレルのシャネルのブーツ探しても出てこんけん、調べたら、あれ多分ね、あのカスタムしてるんだよね、自分でね、調べてた限りで言えば。で、あった時に、あ、そっかっつって、で、今回鎌倉ちょろっと行ってきて、あのいいなって思ったのが、そのなんかあのいいなって思った、まあそのステッカー屋さんあるんですよ、なんか僕が好きなステッカー屋さん行って、でなんかブーツでいい感じの履いてる人がいたんで、あれあのブーツいいなと思うんですけど、なんかちょっと聞いてもらえませんかってレジの人に言ったら、あ、なんかちょっと手すきの時になんか全然聞いちゃってもらって構わないですよって言われて、お手すきだったんで話しかけたら、ドクターマーチンって言われて、あ、そうなの、ドクターマーチンこんなの出していいんやねって話をして、そうそう、だいぶちゃんとマジでマツリート入ってる、マツリートっていうのかな、これそう、仕立てのやつの抜くやつね。いや、いいわ、ちゃんとしてる、超ちゃんと仕事してる感じだもん。なんか西陣織なのかな、これマジでめちゃめちゃいいよね。あ、西陣織のウイスキーの話だと深掘りしちゃいけないやつだからやめとこう、それめんどくさいんだ。いや、いい、マツリート多分ほぼ外れた、うん、北九州じゃないけど、なんて言うんですかね、北九州の成人式ではないけど、でも日本の文化なんでね、北九州とか沖縄のあの成人式なんか派手派手は別に日本の文化ではないんでね、あの一緒に来たら多分あの着物作ってる人にぶち殺されますから、多分それ。いや、いい、子袖っていうのかな、これ多分わかんない、なんか多分コメントしてくれたらわかります、子袖っていうのかな、すごくいい柄、まあメンズなのかレディースなのかで言えば多分レディースなのかもしれないけど、わかんないけど、まあでも今ジェンダーフリーの世界ですからね、世界線は裏までこうほらちゃんと入ってる。そう、なんか、いや、なんか僕のお父さんとかが反転って知ってます？反転ってあるんですよ、こういう寒い時にちょっと羽織るこれの厚手バージョンみたいなのを子供の頃に着てたりとかしてて、昔ね、でそれがいいなとは思ってたわけじゃないけど、なんかそのなんかちょっと羽織れるみたいな、だから今で言うとなんかちょっと羽織るもあるじゃないですか、パーカーとかが、多分パーカーっていうのがなかった時代に多分反転みたいなのあるんです、時代で言えば昭和なんで僕は、っていうので、なんか反転的な、なんかちょっと小寒いなっていう時に羽織ろうと思って買ったら意外と良かったって超絶気に入ってるもん、これ。そう、めっちゃ気に入ってますよ、なんかもうあの話しながら祭りと抜いてってますけど、なんかでもなんかストリートで遊んでるとそういう感じっすよね、本当。なんか気になったものを見つけて、あー、これ面白いみたいな。でも1100円だったらさ、ほらそんなリスクないじゃん。でこれでなんか味を占めたら、俺多分3300円で買うんだけど、家紋ついたから、3300円のやつ家紋がついたから、どこの家紋かわかんないけど黒のやつで、なんかちょっともうちょいこれより薄地で、お、面白いと思って。だから羽織って多分なんかいいっすよね、使いやすい、楽。だからパーカーを着るより全然なんか世界観出るし、うん、なんかいいなぁ、
羽織っていいよね。羽織るもんだと思うんだ。羽織るもんが多分羽織だと思うんで。そう。ちょっと。今。世界観を表しやすいアイテムだと思うんで、僕は結構おすすめだと思いますよっていうことで、今回買った中で、最近買った中で言えば、あ、そうなんですよ、AirPods Max 買おうと思ってカートに入れたら、値段が上がった挙句に入荷が未定になりましたんで、あ、もういいですって、結局僕にはAirPods Max は必要ないんですねって思いながら見てますけど、そうなんですよね。でもこれは本当なんか値段的にも、僕の満足的にも、満足度的にも、いや、めっちゃいい。いやいいわこれ。伝統文化なのかな、多分。安っみたいな、安っみたいな。っていうところでね、僕はあの羽織とか初めて買ったんであれですけど、反転って多分今あるんですかね、わかんないけど。そう、こんな感じでなんか楽しく生きてれば楽しいものが寄ってきてくれますんで、それが波動っていう、波動共鳴理論とか類は友を呼ぶっていうところに通じてくるんで、まあ、ぜひねこれ見てくださった、ここまで見てくださった方であれば、まあ、楽しく生きていただけるきっかけになったらなと思って話してみましたんで、まあまあグッドボタンとか、まあ、まあよくある話です。フォローとかグッドボタンしてないいいっすっていう中でね、いやこれは結構いい、僕の中で一生もの、切れるとき限られるけどねまあこんな感じで、なんか本当に自分のコスチュームとか自分が生きていきたい世の中を作っていくのは多分自分だと思うんで、まあ本当は装備みたいなもんですよ。鎧を手に入れた、ドームが鎧を手に入れた、坊さんっぽくねえなって。でも日本のもんなんで、いや京都で買ったしって、しかも祭りと入ってたしみたいななんならみたいな俺オーダーしたしぐらいの感じです。僕のためなのかなこれみたいな。結構いい値段すると思いますよこの着物。そう。なあそういうのがね、なんか手に入ったのはありがたいですよねっていうところで、まあ誰が喜ぶかわかんないですけど、はい。まあ楽しく生きればいいんじゃないですかっていうところで、またねー、バイ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 バ